こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、ネッシー利用者は要チェックということでですね、仕入れでネッシーを使ったことある人、あるいはネッシーに登録したことある人は結構いらっしゃると思います。そのネッシーでですね、情報が、ハッキングされて盗まれました。で、盗まれた内容はというとですね、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、当サイトのログイン会員およびパスワード、クレジットカード情報、セキュリティコードまで、もうこれ結構致命的ですね。で、通常の人はですね、クレジットカードで何か買われないかどうかだけ気にしたり、このネッシーのパスワードを変更して、満足しちゃうんですけど、まずやるべきことは、同じログイン情報、同じパスワードを使ってるですね、他のサイト、例えば Amazon とか、もしかしたら銀行口座とか、ヤフオクとかね、そういうところ、全部ね、盗んだ相手は、おそらくツールで片っ端からですね、このログイン情報とパスワードで入れないかどうかを試します。で、うまく入れたらね、例えば Facebook に入れたら、まあ、そこで、自分たちの何か、インチキ商品をですね、広告を出して売ろうとするとか、まあ、あるいはね、Amazon は今、発送先変わっちゃったらね、送れないようになってますけど、買い物をするとか、まあ、そういうことをやりますんで、その今まで同じパスワードを使っちゃってる、同じログイン ID を使っちゃってる、ね、通常ログイン ID をメールアドレスにして、でパスワードを使い回してる、まあ、そういう方非常に多いと思うんですけど、まあ、標準的にはそうしてると思うんですけど、その他のサイトをチェックしてください。チェックするというか、もうパスワードを変更してください。まあ、こういうね、流出があるたびに、まあ、パスワードを変更するのでめんどくさいんですけど、まあ、それやっとかないとですね、後でとんでもない、トラブルになってしまうと。まあ、大抵こういう事件性のあるものは、クレジットカードの情報で買われてもね、カード会社が止めたりなんだりってするんですけど、例えばそれをね、全部これはそうですと、これは事故ですというやり取りとかね、書類出したり、あるいはもしかしたらね、警察に被害届を出せと言われたりしたい。まあ、すごい手間かかりますんで、もうすぐに、熱心に登録した方は、パスワードを変えた方がいいです。で、よくね、こういう流出とかありますけど、まあ、こういう流出とかね、あった時に、やっぱり一番ね、危ないのは、その同じパスワードとログイン情報で使ってる、サイトに入られてしまうというのが非常に多いんで、まあ理想を言えばね、全部ログイン情報とパスワードは変えるんですけど、そうするとね、どこが何だか分かんなくなっちゃうと。で、それをオンラインでね、管理すると、一網打尽にそれを捉えたら終わりと、いろいろジレンマあるんですけど、まあ、泥棒に、物理的な泥棒に入られない限りは、手帳に控えておくというね、非常にアナログな方法が、まあ、効果的かなと思います。パスワードあれこれ変える場合はですね。まあ、もとい、今回のこのネッシーの情報流出、何しろね、転売の仕入れで使ってる方も結構多いですし、仕入れに使わないまでも登録したことあるという方はね、いらっしゃると思いますんで、使ってる方は、ネッシーと同じパスワードを使ってるサイト、パスワードを変更してください。これは早くやった方がいいです。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。